和歌山のランチパスポートの紹介です。ランチやスイーツのお店、83店舗のお料理やスイーツが500円で食べれます。全体的に見ていくと、岡山市内が多いですね。お店は結構ボリュームのあるランチが500円で食べれます。今回は海南市や岩出市のお店も多数載っているようです。で、後ろの方なんですけれども、こんな感じでスイーツのお店も載っているんですね。で、テイクアウトのシフォンケーキだったりとか、もちろんお店で食べれるケーキセット、いろいろ載ってます。こちらを使って普段行ったことのないようなお店でいいお店がたくさん見つかったらいいなと思っています。以上、ランチパスポートの紹介でした。